こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？今日も、前回に続き、じゃじゃーん、スキルズさんの商品のご紹介になります。今日はジップンヒット、読めないな、ガイディッドピッチ&リターンバッティングトレーナーね。こう昔デレクジータさんが通販で宣伝して、ビューンってビューン、シュ、見てください、どうぞ。これだけ絶対落とさない。プレーボール。おお、やっぱり力むんだ。あれ、今下通りました？下行ってます、ボールが上です。あ、なんでだ、ちょっと手に合わせようと思った。振っちゃった方がいいですね。本当だ。コツつかんだね、これ。いや全然大丈夫ですよ。本当ちょっと僕、手袋して大変上手やから、かけるのが。いや今のいい感じでしたね。緩めないように。ちょっと練習投げいいですか？はい、こんなもん。いいですね。そのままこうテンション上げてもらったら。はい、はい。下通りました。お、ごめんなさい、なんか衝撃すごいな。怖い。怖い。めっちゃ怖い。ちょっと目開けとろ。あ、ちょっと変化しちゃったな。テンション張っておくのも難しいですね。そうですね。ピンとしょ、ピンと下して、はい、なおかつ戻さなあかんでしょ。そうですね。お、これぐらいだ、はい、あ、ダメだ、やっぱ元までここまで来なあかんの。めっちゃ来る。いいっすね。ちょっとじゃあもう一回打ってもらって、今度は、あ、後ろから。構えどこら辺でした？あ、入る入る。めっちゃ怖い。結構な衝撃ですね、これ。そうですね、確かにこれ軽く合わせようと思うと難しいですね。だいぶ上手だった。これあれね、もう打ちすぎて一緒やね。あ、そうですね。私はあの、跳ねる人、これいい。あ、跳ね返ったらすげえよ。
やっぱダメなとき下通るんだ。ヘッドが下がるってことか。そういうことかもしれないですね。これどうなんだろう。これくらいがいいか。こうがいいのか。こうかじゃなくて。あ、できた。出だしがこっちから来るって感じですよ。要は、こういうことじゃないですか。あー、なるほど。だから、これでも、変化球自由自在ですね。ちょっと緩めれば。あ、そうやね。はい。おお。近いもんな。どういうの？手加減するひもいもんじゃうかな。そうですね。これでも空振りするときは必ずしたよ。シンクってか。クッションついてるけど痛いよやっぱり。もっと。おし、あ、来てる。あ、行きます。行きます。振り遅れてる。おい、おい、ロクッドです。いい絵が撮れました。面白いですね。面白い、まあ、遊びとしては面白いですね。そうですね。遊びの中で、はい、どうでしたか。こういうセットになっております。予備の紐とか、予備の紐とかこうケースとかがついて、いくらだったっけ、3,800円かな。ちょっと見ていきますね。上代3,800円でございます。ここでこのご近所関市近郊に お住まいの方に朗報です。こちら毎回宣伝をしておりますチュースポキッズ、これ中日新聞さんのフリーペーパーですが、こちらのプレゼントコーナーで今月12月末に出るものですが、じゃじゃーん、こちらの10分ヒットが当たります。ぜひってご応募くださいね。いいなーね。高木さんも楽しみにしております。それでは皆さん、さようなら。